ウェーブソウルは靴のソウルの形状の一種であり厚い波形の形状のソウルの総称である。当時自由が丘ヒルズアベニューはこの波形ソウルのことをゴジラー、キャタピラソウルと呼んでいた。このソウルが日本でウェーブソウルという名前になったのは2007年の5月にテレビ通販のジュピターショップチャンネルで自由が丘ヒルズアベニューの商品が販売されるにあたりバイヤーが ゴジラやキャタピラよりウェーブの方が良いといったところから、現自由が丘ヒルズアベニューが、その波形の形状のソウルを、ウェーブソウルと名付けた。ウェーブソウルは、自由が丘ヒルズアベニューの商標である。ウェーブソウルのルーツを探ると、日本に最初に登場したのは1999年に、アドニスの当時のデザイナーと当時の代表取締役である、松井保樹が、 ドイツのケルンの靴店の店員が履いていたものを見て、そこの形状に感激して探し、同じ系列のデュッセルドルフ店の片隅に一足だけあるものを購入して、日本に持ち帰りそこ屋さんに依頼して、エヴァスポンジで作ったのが最初だった。しかし、波形の形状が安定せず、焼き方によってそこが割れることがわかり、2005年に自由が丘、ヒルズアベニューが、 日本で初めてポリウレタンの型を作りポリウレタン製の安定した型で作ったことが始まりだった。今ではエワ材質よりもポリウレタン製のシェアの方が多くなっている。それから新しくウェーブソールをよりエレガントにするのに2006年にウェーブソールを横から見たら1円玉の波形でかかとヒール部分は女性のヒップラインをイメージしてデザインし、 それらがショップチャンネルで脚光を浴びるようになった。中国や韓国でこれらを模倣したソールデザインで硬いソールでも販売されているがソールの材質の違いなどがあり全く違うものとなっている。ありがとうございます。